っちやるか。よいしょ。お久しぶりのライブ、お久しぶりでもないか。でもなんかライブ久々な気がする。今日はかぎ針のマタギカーディガンの袖、右袖を、まあ、このライブ中にあとね、あと4段ねこのライブ中に編めたらなと思ってます。皆さんもよかったらなんか編みながらか作業しながら一緒にやってもらったら嬉しいです。始まってない。あ、そうなん、うん、タイムラグかな。あ、うささんこんばんは。あ、花子さん最近チャンネル登録させてもらって動画楽しんで見させてもらってます。あ、ありがとうございます。嬉しいです。今日はね、マタギカーディガンをのかぎ針版の今右袖を編んでるとこです。今日ね、昨日と一昨日はめっちゃ暑くて、今日は寒くてちょっと寒暖差でね。あ、アミババさんこんばんは。ちょっと寒暖差でちょっとね体調悪い人もいるかもしれないですけど、私もなんか今日体すごいだるかった。なんか低気圧のせいもあるのかなってちょっと思ってます。でも涼しい、昨日めっちゃ暑かったから今日は涼しいからちょっと過ごしやすい。一目ゴム編み止めしながら聞きます。うささん、はい。あ、さんまるさんこんばんは。マタギカーディガンかぎ針編みながらやってます。もうね、ここ最近、ここ1週間ずっとね、まあ編むのもちょっとはやってたんやけど、まあほぼほぼさゼルダに夢中やったからさ、なんかちょっとは、まあ、今日もなライブ終わってからゼルダちょっとはやりたいと思ってんやけど、なんかライブっていうか編み物もやっぱり編み物もやりたいなと思って、あのライブしたらさ自分もさ編み物する時間取れるやん。やからライブしながらみんなと一緒に編み物したいなと思ってやることにしました。これどうなってんのや。あの編んでる方の玉持たなきゃあかんよ。これちっちゃい方。これか。どっちも大事な時間、うん、確かに。そう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 。こうか。うん。そうなんですよ。どっちもね、ね、コメントでも言ってくださってましたが、そう、どっちもやりたいからさ、時間足りひん。そう、どっちもやって、なんか、ゲームしてたらゲームしてたで、ああ、編み物やりたいなっていうので、しかもテストニットね、まだ期間余裕あるけどさ、テストニットもなんか進めたいな、みたいな思ったり、ストレス解消になってます。ゲームがめっちゃ、でもゲームって言っても普段ねそんなめっちゃやるタイプ、最近はね、昔は結構やったんやけど、最近はもうゲーム全然やってないんやけど、やっぱそのゼルダのこのブレスオブザワイルドっていう1作目があって、今ティアーズオブザキングダムっていう2作目をやってるんですけど、なんかこの2本はやっぱ特別で、いや、めっちゃ面白いんですよ。今までずっとね、ファミコンからねずっといろんなゲーム機を経ていろいろゲームしてきたんですけど、今までやったゲームの中で一番面白いです、私の中でね。だからすごい面白いゲームに出会えたなと思ってめっちゃ喜んでます。
あ、クエンさんこんばんは。どうやるんやったっけ。真ん中んとこさ、いつも迷っちゃうからさ、もう一回あるな。よいしょ。で、こっち側で、こっち側で。あ、花子さん、つむぎ糸のまたぎカーディガンが可愛くて、つむぎ初挑戦中です。あ、いいですね。いやね、鉄麦のね、あのまたぎカーディガンもめっちゃいいと思いますよ。私もね、あの写真さ、まーちゃん持ってるよな、ピがさ、うん、鉄麦、時崎さんで買ったさ、うん、鉄麦のやつで作ったやつ、あれさ、P2M のアカウントでもポストしていい？いいよ。なんか私もね、あの鉄麦だけで、で、のその3つくらいのウールを合わせて鉄麦したやつだけで作ったマタギ、初めてマタギ1着目ね、棒針で編んだやつがあるんですけど、その写真なんかインスタに、今度 P2M のインスタにあげようかなと思います。それも気に入ってます。アップ楽しみにしてます。 ありがとうございます。今ね、外ね、雨降ってるんやけど、雨の音とか入ってうるさくないですか？その雑音みたいなの大丈夫かな？それだったら窓閉めようと思うんやけど、窓ね、開けてやってるから、うるさかったら言ってね。ああ。マタギの思い出といえば、なんか私とまちゃんが一回ね、何年前や、3年4年前、ポルトガルにね、旅行行ったことがあるんですよ。でその時にまちゃんがマタギを着ていくって言って、私もそれ着たいって言って、そしたらまちゃんがそのポルトガル着ていくのにマニュアルせるために、あ、花子さん、つむぎ見てるのと実際やるのでは大違い、めちゃくちゃ難しいです、少しずつ頑張ります。あ、頑張ってください。確かにね、見てる分には簡単そうにね、スーって出るように見えるけど、やるのね、結構コツというか、慣れるまでは結構あのなかなか糸切れちゃったりね、太さがこううまくいかなかったりとか、まあ、それもね、味でいいんですけど難しいですよね。で、まっちゃんがね、そのポルトガル行く時にもう3日くらいで仕上げてくれたマタギがあって、本当にあのザ・マタギの色 の茶色と白と焦げ茶みたい なんかそのマタギカラーのやつを作ってくれて、それをね、着てポルトガルに行きました。なんかそういうちょっと思い出深い、最初にね、初めてなんか編んでもらったやつはそれです。それは今も気に入ってて、あの最近、今年の冬はあんま着てなかったかな、うん、なんかあの農民気に入りすぎて、農民ショート気に入りすぎてそればっかり着てた。でもそのまっちゃんが編んでくれたやつも鉄麦のやつやんな、マタギ。袖がもうすぐ完成すると思ったら嬉しいわ、うん、初めてのかぎ針のウェアなんで楽しみです。
おっと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 。今日はね、もう晩ご飯も食べてお風呂ももう入ったんやけど、晩ご飯にね、あのチキン、なんか韓国のチキンでいいのかな、なんか韓国で売ってるチキンのお店があって、家の近所にね。でちょっとチキン食べたかったから、ヤンニョムチキンのお店か、チキン食べたいから買って帰って食べて、まあ美味しかったんやけど、めっちゃお腹いっぱいになった。それでもう満腹です。でお風呂も入って、もうね、もう寝るだけって言ったらあれやけど、なんかリラックスタイムです。まあ、ちょうど夕飯だけやろうか。そうやな、チキンいいな美味しかったです。みんなもね、多分ね、もうご飯ど、今頃ご飯時の時間やと思うんですけど、あ、私も夜ご飯鶏肉食べました。あ、一緒や。最近ね、まあそれとね、シシャモもね焼いてもらってね、チキンとシシャモも食べたんですけど、最近なんか肉食べたいんかな、なんかお昼もさ、あのロースカツサンドばっか食べてる。食べ過ぎかな。肉食べたの？お昼がロースカツサンド食べてる、3日連続で。そんな。お、かなこさん、今日は低気圧と排卵が重なってだるいし眠いし食欲半端なくていろいろとやばいです。確かにね、低気圧とかいろいろ重なっちゃうと大変ですね。あ、あっこさん、出遅れ大魔神。大魔神。久しぶりにね、あっこさんのね、ライブね、前やってたさ、先週かやってたライブ行きたかったやけどさ、めっちゃゼルダやっててさ、気づいた終わってた、残念やった。今日はね、かぎ針のマタギカーディガン、ちょっとでも袖ね、もうすぐ終わりそうやから、袖終わるまで頑張ろうと思ってます。あと4段。それはゼルダ優先に決まってるでねえの。いや、ほんと夢中になっててさ、もう全然携帯をさ、ゼルダ来てさ3日ぐらいはさ、携帯さ、金土日さ全然見てなくて、もうさ朝から晩までさ何も触ってなくてさ、寝るときにさ、充電してるときにさ、見てな、 94% とか残ってんの。全然使ってないの。携帯触ってないの、一個も。 94% 残ってんの、夜に寝る前に何も見てない。 SNS 一切なし、マインドフルネス。やっとね、編みたい気持ちの方もこうまた上がってきたので、今日は編もうかなと思って、まあ、ゼルダもやるけどこの後ね、でも編むのもみんなとやりたいなと思って、あの YouTube に出てきました。大丈夫か、こっからだ。減らし目をね忘れがちなので、頑張って減らします。あ、かほさんこんばんは。最近登録させていただきました。編み物したいけどゼルダしたい。スカイウォードソードを積んでます。あ、そうなんですね。スカイウォードソード私もやりましたよ。めっちゃ面白かった。アッコさん、私も棒針またぎ編んでるよ。編めば編むほどヘイヘイホーキコリになってくる。あ、そう、キコリになってきてる。
あ、カズさん、ピキさん、はじめまして。先日マタギカーディガンの時に登録して見させていただいてます。よろしく、あ、よろしくお願いします。カズさん、なんかアッコさんとかのライブとか、なんか誰かのライブでお見かけしたことがあります。よろしくお願いします。みんなマタギね。あ、マリコさん、こんばんは。キソさんでいいのかな、こんばんは。カホさん、スカイウォードソード難しいです。でも頑張ってクリアしてティアーズ書いたし。そう、ティアーズめっちゃいいですよ。もう早くクリアして、早くプレイしてみてください。もう一緒にプレイしましょう。ティアーズめっちゃいいですよ。スカイウォードソードもさ、楽しかったけど、やっぱりでもスカイウォードソードの要素も、空っていう要素も結構あるんで、ティアーズね、楽しいですよ。地下もあるね。それ言ったらネタバレになっちゃうかなと思って。いや、いいやん。地下探索めっちゃ楽しんでんねんな、うちらで。チャンピの肌ツヤをよ、ゼルダ成分効いてる。確かにゼルダ成分で肌ツヤ良くなった。まっちゃんにも言われた、肌さめっちゃ綺麗になったねって。頑張るです。ティアーズめっちゃかっこいいよ。スカイのストーリー素敵ですよね。素敵。ゲームはさっぱりわからないけど、とても魅力的なことわかりました。そう、めっちゃね面白いんですよ。なんかね、なんて言えばいいのかな、オープンワールドっていうゲームの世界で、なんか好きなとこに行けるんですよ、世界中の。あ、エビニッティングさん、こんばんは。マタギカーディガンのパターン買いました。編むの楽しみ。あ、ありがとうございます。ぜひぜひ楽しんでね。なんかいろいろこう、なんていうか、いろんなねアレンジできますので、好きな糸とか使ったり、なんかこう太さとかもね、なんか自由に色とか組み合わせとかで楽しんでもらえたら嬉しいです。ピキさんの後ろの棚に可愛い色の毛糸たくさんですね。あ、そうですね、こっち側って言えばいいのかな、こっち側にね毛糸の棚があって、そこにねいっぱいね毛糸入ってるんですよ。でこの辺は鉄麦糸がバーっと入ってるとこです。任天堂64のヨッシーストーリーで終わってる。いや、いいじゃないですか。ヨッシーストーリーやったことないですけど、任天堂64は私 も持ってましたよ。マリオとか、マリオカートとか、何やったかな、64では。時のオカリナとか、それもゼルダやけど、やりましたね。面白かったです。よし、20段いったから、色変えます。色変える糸を持ってきまして、ハサミいる？ハサミ貸してほしい。ちょっと色変えします。もう切っちゃっていいんやんな、10センチくらい残して、うん、切りました。ここ切っても大丈夫？あ、めっちゃ書いてくれてる。キーさん、キソさん、棒編み始めたばかりなんですが、皆さん教えてください。最近よくソックヤーの毛糸ばかり集めてしまってるのですが、セーターなど上着系を編みたいと思ってます。その場合、あ、皆さんは毛糸一本取りで編みますか、それとも二本取りで編むのでしょうか。ソックヤーの毛糸って細いじゃないです、どうしてるのかなと気になって。ウーム64懐かしい、かわいい。時岡とムジラは最高の思い出ね。時岡とムジラはね、もう思い出ですよね。カオさんもゼルダ好きなんやな。なんかソックヤーンの時とかは2本撮りにしてもいいと思いますし、あとは、あ、2本撮りってかね、2本撮りにするか、なんか引き揃えたりかな、2本3本引き揃えで、他の糸と引き揃えたりして、なんていうかゲージ合わすみたいな感じやんね、うん、って私たちはやってます。もしくはスカスカでいいんやったら、太い針で、あ、スカスカでもいいんやったら太い針で やるのもいいってまっちゃんが言ってます。ただちょっとだれるとは思う、ね、ちょっとだらんとなるって感じ。皆さんどうしてるんでしょう。
ホッソック編んで編みたい時、うん、私もたくさんまたぎ編んでるけど、うん、ソック編んで、ソック編んじゃなくてもう中細とかのやつ、うんうん、中細の糸を何本か引き揃えたり、うん、あもうこれもこっちも切っていいんや、どっちも切っていい、一個一色になるってことやんな、一色になるってことやな、そこ一色になる、ういあとモヘアとか細い糸を足してもいいかもね、中細で細めの針で薄手のセーターとか引き揃えて太めの針で編んでもよいし、モヘアと一足引き揃えて編むのも楽しそうです、うん、あ、カホさんゼルダ大好きです、ソックヤンを1本取りで 3.5 ミリで編んだことありますがめっちゃ時間かかりました、半年くらい結構時間かかってますね、そうだから今ねアッコさんも言ってくれたみたいになんかモヘアとね引き揃えたりとか、うん、なんかあの針の太さを変えてやってみるとかがいいかなって思います、うん、カラフルなやつやと、うんうん、カラフルカラフルだとちょっとごちゃっとしちゃったりするから、引き揃える糸はちょっとあ暗めの単色の糸とかでちょっと落ち着くよね、うん、いいかもしれない、うん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 、まあ、あの好きあの好みにしてる、まあまあそうやね、うん、その人の好みによるけど、うん、細い糸は引き揃えとか2本取りなので編むのが基本って感じなのですかね、いやでも靴下とかやるときはソックやん、その1本とかでやるやろ、 その編むものによっても変わるんちゃうかな、とか何を編むかによっても、うん、どういう風な仕上がりにしたいか、だって細い糸でさみっちり編みたい人とかもいる可能性もあるやん、うん、これどっからや、どこが真ん中や、これか、よしよし、私も今またぎ、かぎ針のまたぎはソックや1本でもセーター編めますよってうささんが、うん、ね、このマンチェロピースのこの糸とモヘアとこれとこれでまたぎはこのこれで2本取りっていうのかな、引き揃え、これで編んでますよ、うん、でここにつけて3目編めばいいってことやな、そうそうそう、3目その穴に通しての普通に鍵、通して、うん、通して1取れてない取れてない、ちょっとコメント来たら見といてな、うん、今ちょっと必死、ムサさんが私は編んでないけどって言ってる、ソックヤン1本でもセーター編めますに対して1、2、3、これ引っ張ればいいのか、うん、はい、できました、こういうことやんな、ちょっと短すぎ、そうそういいやんな、これぐらいでも、よし、21段目、これとかも中細のこんな細い糸だよ、見せる、うん、糸ある、もうね、糸 200g 使い切った、フィンガーリング、フィンガーリングと呼ばれてるものはセーター編む場合は1本で編むんですかね、フィンガーリングどうなる、これっていうまっちゃんのさ、セーターちょっとくしゃでしょまっちゃんのプルオーバーのやつもこんな結構見えるかな、結構細めの糸1本でこんな感じの生地やってますよ、この、 あのフリルがついてるやつね、最近あのインスタにアップしたこれも結構細いの1本でやってるってこんな感じ、うん、素人すぎる質問ほんと失礼します、あ全然いいですよ、てか私も素人で全然分かってないからまっちゃん頼み私はかぎ針ばかりですがソックヤンくらいの細い時って毛糸1本夏物ウェアを以前編みました、だから1本でも編めるっちゃ編めるね、全然編めるみたいですよ、そう私もねそんなに全然知らないから全然質問どんどん聞いてください、ここあの編み物ね、詳しい人結構来てくれてると思うんで全然聞いてみてください、私が答えられなくてもあの周りの人やまちゃんが助けてくれると思います、はい、こんな感じで細い糸1本でもできるし、あの2本だからそれも好み次第って感じやんな、うん、だから1回スウォッチ編んでみてさ
な感覚見た、見るのがいいかなと思いますよ。なんかいきなり編み始めてなんか違ったなってほどくのやっぱもったいないというかね、時間があれになるから、一回ちょっとも無駄かもし無駄と思うかもしれへんけど、スウォッチみたいなのを編んで、その手触りとかさ、あの目の詰まり具合とかを見て、自分の手 の, あのきつさとかもあると思うし、見てみるのがいいと思います。あ、みおさんこんばんは、初めてリアタイできました。あ、そうなんですね、ありがとうございます。フィンガリングは糸の太さのことです。1本で編んでもいいし、2本取りではナビ太のレシピ編んでもいいし、ルールはなくて大事なのはゲージかもね、うん、そうだよね。だから一回ゲージをちゃんと取って、それに合ってれば編めるってことやんな、うん、1本取りだろうが2本取りだろうが、そう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 、3本取りだろうが、ね、そう3本取りだろうが、なんかブヨッとしちゃってる。今糸のここからね、糸の色変わりました。ね、ゲージの話、あのフィンガリングとか書いてある糸で、その一本取りのしたらいいかとか、ね、あの細いソックヤンは一本取りで編むのがいいのか、二本取りにするのがいいのかとか質問をもらってて、そのお話でした。で、ゲージがあったら編めるからスウォッチとか作るのいいねっていう話をしてた。編みたいセーターのレシピのゲージが出るかをスウォッチ編んで確かめてみてほしいな。ね、そうですよね。だからまっちゃんのパターンのやつ編むときも私もいつもスウォッチ編ん で私結構手が緩いので、なんか手が緩かったらちょっとどうするかみたいな、なんか針の太さ変えるかとか考えてやってます。編みたいとゲージ取るのがとにかく大切って感じですね。あ、そうですね、うん。そしたらなんかなんていうの、思う通りの大きさとかにできるもんな、うん、ゲージが合ってれば。なんか久々にさ編み物の話してる編み物の質問してくださったおかげで編み物の話してる。普段ね編み物の話全然してないんですよ、私のライブな、うん、全然編み物の話してない。でも楽しいからまあいっかって感じ。スワッチ編むの好きじゃないの、人に聞かれるとスワッチ大事って言っちゃうダメな大人です確かにスワッチ編むのめんどくさいって人結構多いよね。みんなめんどくさがってるイメージがある。私はね結構編むの好きなんやけどな。これ編むのためにやったスワッチ、まあ、これまーちゃんがさこれっていうさ、あのフリルのやつ編むためにやったスワッチの山。なるほど、縦ゲージサボりがちだったから今後ちゃんとやろうと思います。そう、まちゃんもスウォッチめっちゃやってるよ。こんな感じ、かわいいふわふわのやつができてる。ここにもいっぱいフリルがついたやつが、かわいい。あっこさんスウォッチって何なんかこういうなんかちっちゃい、なんて言えばいいのかな、試し編みみたいなやつやんな、うん。皆さんありがとうございます。わっちゃんのフリルセーター可愛すぎて震えるって、うん、そう、フリルセータースワッチも可愛い。めっちゃ可愛くない？スワッチだけでも可愛くないね。これだけでもなんかミニのさ、ちっちゃいなんかさスカートみたいで可愛い、うん、
めっちゃやったよね、まーちゃん。めっちゃ頑張ってるやん。めっちゃ頑張ってますよ、まーちゃん。めっちゃ作ってる。それちょっと全く関係ないやつだけど、うん、こんなにやってる。カズさん、ゲージを取るために四角に編むので洗って乾かして指定ゲージが出るか目数と段数を確かめます。なるほど、ありがとうございます。スワッチは脳内で編んでます。ダメなやつ。実際は袖とか編んで悩んで編み直したりしてます。次からスワッチ編みます。自分のやつとかだったらね、もうなしでね行っちゃおうとかあるかもしれんけど、なんか編み直したりすること考えるとやっときゃよかったなってなるから、私は結構最初にやってやることあるか、やってスワッチやってからやるかな。あっこさん、ありがとうございます。あっこさん、ありがとうございます。だからなんか10センチ ×10 センチで何目みたいにパターンとかに書いてあるから、それの通りにねなってるかを確かめるって感じやんな、うん、私も5センチ四方でよしにしちゃうちっちゃい。でもそういう人も全然いいから大丈夫だった、ね、半分半分でやるみたいな、うん、あ、じゃあいいんや、やらへんよりかはいいみたいな、うん、全然いいよね。5センチ四方というかちっちゃめってことやな、うん、それでやってても全然いいと思う。スワッチスウォッチゲージは同じことでいいですよね。どういうことや。スワッチはこれで、このちっちゃいやつで、これスワッチスワッチスワッチはこれのこと、スワッチスワッチはなんか発音の問題だけで、これのこと一緒。ゲージはこのスワッチの間でスワッチを編むときに何目。ゲージは例えばスワッチスワッチ一緒、うん、一緒です、イコールです。でゲージはここの、例えばこれさ、今 ここ10センチあるんやけど、ここに何目入ってるかなって数えたりする、何段何目って入ってるかなっていう感じ。そうスワッチ編んでゲージを見るって感じ。そうこうやってこことここにこう置いてみて、ここに何段で何目入ってるかなとか数えたりするのがゲージを取るっていうらしい。だからこの編んだものがスワッチで、このゲージ取るはここからここで何目とか数えたりしたりする作業っていうか、うん、なんかこの実際の数字をこう測ったりする作業。実際の数字のことやな。そう、実際の数字のお話。基準になる数字。じゃあ見物の話した楽しい。スワッチスワッチゲージは確認してる、分かる、何段何目って感じですね。ありがとうございます。そうです、そうです。ステイと使う時ほどスワッチサボりがち、反省。いや反省しなくてもいいですよ。ピキ先生とマイザ先生のシュワッチ講座シュワッチ雨の夜にこうして編み物の話ができるの嬉しいね。嬉しいですね。私も嬉しいです。でも今までゲージとか、私もね、つい最近までゲージって何って感じやったから、なんかよく分からず、まっちゃんに言われるがまま、ちっちゃいですね、四角い座布団みたいなもんで、私もね店を結構あるんですよ。ちょっと取ってきますね。結構あれちょっとなんもなかった。ん？別のとこにしまったんじゃん。結構あるって言ったわりにあんまなかった。しまってるやん。そう、どっかにしまってると思うんですけど、こんな感じで、これ自分の忍者作った時のゲージ、だるまの糸で取ったやつ、これとか、これがかぎ針のまたぎカーディガンやる前にまっちゃんにやり方を教えてもらって練習したやつ。
でこれは関係ないけど鉄麦とでですなんかコースター作ってたやつ、あ、カオチさんこんばんは、ライブ見れて嬉しいです、ありがとうございます。今日ねなんかね奇跡的にね久々に編み物の話になってます。でこれはなんか人形ちゃんたちの座布団とかによくなってます。スウォッチは、うん、人形ちゃんのなんかポケモンのぬいぐるみとかの座布団によくしてるとか、お布団とかお布団みたいになってる。シワッチ編んだ後水通ししてすぐ乾くの待つのがさ待てねえんだよな、すぐ編みたいの、うおうお、確かに待てねえな確かに1日くらい待たなあかんもんな、一晩とか、確かに、あ、待てねえわ。あっこさん分かりみがすぎる そう、すぐ編んじゃいたいよね、奇跡的に編み物の話そう、ハンガー切り測っちゃう、そう、え、だって奇跡的じゃない、私のライブで編み物の話になってんの奇跡的、私がスワッチを知らないの、私って試し編みをせずにいきなり編むからだと分かりました、ハンガー着ちゃ意味ないのよ、そう、いや本当奇跡的にね編み物の話になってるんですよ。普段ね編み物の話一切せず3時間とかライブやってね、何の話してたんですかとか言ってびっくりされること結構あったんですけどね、今日奇跡的に編み物の話になってる。別にね編み物の話じゃなかったらダメとか全然そんなわけじゃなくて、いつもめっちゃ楽しい話してるんですけどね。シワッチ分かったらほどいちゃう、あ、ほどいてるんですね、でもそれもいいと思います、でね、再利用っていうかそれ使えるし、どんどん貯めちゃって、私座布団みたいになってる、座布団、ポケモンの座布団になってるから。うささんもったいないお化けやね、ね、でも使うのいいと思う。スワッチほどいて使うのもありなのですね、うん、全然ありやと思う。こんばんは、本当だ、編み物話してる人さくさんこんばんは編み物の話してる本当奇跡起きたわ今日。違うよ、ただのケチ、糸作先生奇跡起きてるんすよ確かに動画だけじゃなくライブもアーカイブ 見ます、 ありがとうございます、嬉しいです。どうだって、ライブのやつとかって長すぎて見る気なくなりません？大丈夫ですか？なんかめっちゃ長いからみんな見る気なくなるんちゃうかっていつも思ってるんやけど。糸作先生そう、なんかね質問してピキュさんも奇跡的に奇跡的に編んでる確かにピキュも編まず編み物も話もせずやるライブっていうの結構多かったもんね。ナギショールの、え、そうだね、糸作先生ナギショールのチャンネル間違えたかと思った、そんなに糸作先生チャンネル間違えたと思ったって面白いな。そう、編み物ちゃんとしてるし、ほら色もね、色も今変えましたよ、ほらほら初参加のライブが奇跡会でちょっと嬉しい、イエーイありがとうございます。そう、これ奇跡会ですよ、ほんと編み物話最初から。で質問してくれた人がいたからよかったんですよ、質問してくださった方ありがとうございます。だから初心者とかね、思わずどんどん聞いてほしい。ピキさん動画拝見してるときはポケモン愛にほっこりします。あ、そうですか。そう、ポケモンのねなんかぬいぐるみがね大好きなんですよ、家にねいっぱいいるんですよ。え、編み物話してる、間違えたわ、バイ糸作チャンネル間違えたわって、ここは編み物の話するチャンネルと思わへんかったわっていう。
ライブはオフラインにして通勤のお供にした。あ、そうなんですね、ありがとうございます。あ、アキさんこんばんは。あ、こんにちはか、アキさんの方は出遅れました。いえ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 、あの奇跡的にね、編み物の話してるとこです。パターン2と使用量載ってるけども、持ってる量がギリギリだったりするとゲージに使ったらなくなるかなって心配になっちゃうことあるんですよね。そういう時に再利用すればいいんだね。え、そうですよね、うんうん、そういう時再利用したらいいと思います。合ってたらもう一回ほどいてそれ使えるからね。神回ってのと神回なんかな。でもいつもな、なんかしらめっちゃおもろいことになってて、ライブはいつもね、皆さんにね、あの皆さんも巻き込んでというか、なんかめっちゃ楽しいライブにいつもね、あのなんていうの、私もめっちゃ楽しませてもらってるっていう感じで、いつもめっちゃ楽しいんですよね。でついつい長時間ライブやっちゃって、なんか皆さんに長時間お付き合いさせてしまってってちょっと思っちゃうこともあります。ちょっとお茶もらおうかな。これもらっていい？うん。何茶かな。ジャスミン。お、嬉しい。よいしょ。大物は糸量いつもギリギリで編んでしまいます。だからスワッチに積極的になれないんだな。確かにスワッチにそういう時はほどいて一回作って、それほどいてまた使うっていう方法が今聞いてね、あ、そういう方法もあるんやと思ったんで、私ももし糸が足りなさそうで、なんかスワッチ編んだら足りひんようになるかなっていう時はやってみようかな。あ、旦那氏帰宅連絡あり、飯の支度しつつ聞き戦の後離脱します、悔しみ。あ、じゃあアコさんまたね、来てくれてありがとう、嬉しかったです。そうやったら在庫増えなくていいね。確かに、ついついつい積んじゃうもんな、積んじゃうから、お多めに買っちゃうからな、うん、アッコさんお疲れっす。確かにちょっと多めに買っちゃうよな、足りひん買ったら嫌やと思って、いつも多めに買っちゃうって余っちゃって、うん、在庫が増えていく、うん、でそのためにまたギカーディガンとかメイティエンを編んでいく、大量なマリートで、大量なマリートで、アッコさんまたねってね、そう、アッコさんまたね、ご飯食べたらまた来てくれるかな、どんだけ長時間やんねんって感じ。私も今度からほどくことも考えてゲージ取りますね。ほどくことも考えて取るのもいいかもね。アッコさんまたね。ね、確かに。ほどき材止まるけどね。まあね。マンチェロピース。マンチェロピースとかは、こそこの糸とかは結構もうもろい糸なんで、ちょっとほどくの大変やから、あのゲージっていうかゲージじゃないや、スウォッチ取ってもちょっとほどきづらいと思うから、こういうのはもうしゃあないと思うわ。モヘアとかね。そうそうそう、モヘアとかも絡まりすぎてさ、そのストレス考えるんやったら、あのいいわ。多めに買う余る、困ってたけど今はマタギに救われてるって、美穂さん、よかった。いや、どんどんマタギで消費しちゃってください。ご飯のあとやってたら餅くるよ、あこさん。アッコさんご飯の支度しながらコメントできるよ、私が今そうしている。カホさんもありがとうございます。あの皆さんお忙しかったら、あのもう離脱というか、あのちゃんとあの準備っていうか、あの必要なこと方に行ってくださいね、私より優先してくださいねって言って、また手止まってたから、待ってるよん。どんだけ長時間ライブすんねんって感じにまたなるから。
手止まってたからちょっと頑張って編まなきゃ。でも1個1色になったからちょっとテンション上がってる、うん、わし暇やし。あ、そうなんですね。来てくださって嬉しいです。今週もね、なんか私はあ、飯なんざもうやっつけ仕事よねえ、ご飯めんどくさいから今日も私だって、まっちゃんがね今日作ってくれたけど、私もチキン買って帰るとか言ってめっちゃ楽しちゃった。でもなんか今私は土日仕事ね、編み物以外の仕事は土日休みなんですけど、だからなんていうかこの金曜日の今の時間、あ、ユンポンドさんこんばんは、ありがとうございます。今またぎ編んでるとこです。あのかぎ針のねテストニットしてるとこです。なんか 今のこの金曜日のこの時間が一番なんかワクワクしてるというか、や休み入るっていうめっちゃ嬉しい気持ちです。ああゆさん、はじめまして、こんにちは。ウツボソックス編みながら耳だけ参加します。あ、ありがとうございます。なんかウツボソックスって最近流行ってるんですよね。なんかよく見かける気がする。なんかこうパカってなってるやつ。はい、よろしければ耳だけ参加ありがとうございます。今日はね、なんか奇跡的に編み物の話をね、さっきちょっとできて嬉しかったんですけど、まあこの後ね。この後の話題を別になんか準備してるというわけじゃないので、花金は楽ちんご飯と決まってます、笑い、あ、いつもだそうなんですね。そう、なんかもう晩ご飯とかね、あっこさんダーリンのために愛情たっぷり込めて作って、そう毎日ねご飯考えるのめっちゃめんどくさくないですか。なんか私もまちゃんもね、もうご飯考えるのめんどくさすぎてもう嫌になってるんですよね。なんかでもまだね、そのなんか旦那さんとかさ、まあ、旦那さんって言ったらうちだったらまっちゃんとか、反対だったら私とかになるけどさ、なんか旦那さんに作ってあげるとか、子供さんのために作ってあげるとか、うち子供いないからね、だからそういうのないだけまだなんか2人がさ、な食べれればそれでいいからやけど、なんか子供さんがさいたりとかさ、その旦那さんとか、まあ、主婦の男の人の主婦やったら奥さんのために作ってあげるとか、なんかそういううちとかやったら大変やったやろなと思って、大変すぎて毎日めっちゃストレスになってそう、ご飯のこと考えて、なんかもう作るもん思いつかねえわっていう。かぎ針またぎ楽しすぎてはあはあ待ちきれん。お、糸作先生を楽しみにしてくださってますよ。か、編んでても楽しいですよ。すごい、あのなんかザクザク進んで、結構ね私もスピード早いと思う。かほさん、あっこさんはごちそう作りそう、私は野菜炒めと煮込みを手を変え品を変え作っている、楽な夕飯メニュー知りたいです。確かに知りたい。あのでももう私たち夏は結構豆腐とか多めやんな、うん、楽なメニューとして豆腐になんかいろんなソースを変えとっかえひっかえして味変して、今日も豆腐にあの油淋ソースみたいな、なきゅうりとかけてもらってめっちゃ美味しかった。そんな感じで豆腐に野菜とかをか交えたりしてサラダっぽくしたりとか、これから夏はそんな感じで乗り切るよって感じ。暑くなると白滝とかばっかり食べちゃう時とかあるよね。白滝とか何やろ、やっぱつるっと食べれるもんが欲しくなるからさ、そうめんさ、うんうん、そうめんにめっちゃハマってる時あったよな。そうめんをさめっちゃ食べてる時もあった、イボの糸を。
白龍食べたい。うん、白龍頼もうか、またな、うん、白龍っていうブランドの、白龍っていうブランドだ、ブランドか、なんて言えばいいんやろ。豆腐好きです、豆腐に惜しいタレかけるのいいですね。そうそうそう、豆腐にね、惜しいタレをね、いろいろアレンジしてかけて、あの食べれるのおすすめです。これからの季節ね、あのあんまりね、ちょっと食欲減ったりするじゃないですか、なんかそういう時にもおすすめ。あの本当だったら、あの柚子胡椒とかつけても美味しいんだよね、豆腐に、うん、ね、今うちにないんやけど。三輪山本の白龍そうめん、うん、三輪山本の白龍そうめんっていうのがうちではお気に入りで、美味しいラーメン。なんか一回おなんかなんていうの、長崎島原のそうめんも美味しいって、あ今度試してみようかな。なんか一回その白龍っていうやつはなんかいただき物でもらって食べてみたらめっちゃ美味しかったな、うん、奈良のやつだったっけ、確かそうやったと思う、ね、長崎のも美味しいって。なんかまったりしててな、気分いいわ、なんか気持ちが落ち着いてる。雨もちょっと緩くなったかな、うん、夏はほぼ毎日豆腐に山形のだしをかけたやつ。あ、そうなんです、山形のだしっていうの初めて聞きましたけど、美味しいのかな。オリーブオイル塩も美味しい。オリーブオイル塩も美味しいね。もう定番やね、サラダの、うん、うちらの、じゃあ豆腐の、うん、だからそのサラダの定番のやつを豆腐にしてほしいねっていう意味、うんうんうん、いや豆腐はね、本当に私も大好きで、なんかもう年中豆腐食べれる。冬は湯豆腐とかで、夏は、まあ、夏の湯豆腐もいいけど、なんか普通に冷ややっこみたいなのとか、うん、美味しいタレかける系とか、サラダに入れる系とか、なんかな、うん、豆腐ステーキみたいなやつも美味しいしさ、うん、何しても美味しいわ豆腐は。なんかナゲットみたいなの作っても美味しいもん、うん、豆腐オリーブオイル塩美味しそう。真似する、あ真似してください。それね、うちでサラダにねいつもかけてるんですよ、オリーブオイル塩ね。それの豆腐版も絶対美味しい、美味しいってか やってるよな、いつもやってる。それもめっちゃ美味しいです。ちょっと固めの豆腐やったらなんかカプレーゼみたいな、うん、そうチーズっぽくなるよね、うん、山形のだし美味しいですよね。ブロッコリースプラウトにポン酢も美味しいなやって、うん、良さそう。山形のだしっていうのがあるんや、今度見てみようかな。これから伊藤、あ、じゃあ刺身こんにゃくばっかり食べちゃう。まあ、じゃあ刺身こんにゃく好きやもんな、うん、きゅうりとナスのしそ、ナスとしその葉にみょうがなんかをめちゃくちゃ細かく刻んで、つゆの素で味付けするだけ。めっちゃ美味しそう。だからみょうがも大好きです。みょうがもめっちゃ美味しいよな。甘酢漬けしたい。みょうが食べたい。みょうが夏って感じやな。夏はあととろろが好きです。あ、いいですね。とろろそばとかも美味しいし、ご飯にかけても美味しいし、ね、とろろ美味しいわ。
とろろ食べたなったな。とろろ今度買おうか、うん、な、うん、買い物行ったらとろろ食べたいわ、うん、よかったよ、食べたいもん見つかって、うん、いつもね食べたいもん見つからなくて、何食べたいで何食べたいか分からへんっていうのが私たち多いんですけどね、とろろ食べたいってまっちゃんが言ってくれたんで嬉しいです。かほさんありがとうございます。もう少しで一段編み終わるぞ。嬉しいです。私も今度トロロ買ってこようね、トロロ食べたいってまちゃんも言ってくれたから嬉しいです。ありがとうございます。教えてもらってってか、なんか話題出してもらって。確かにトロロな、トロロご飯進むやん、うん、な、うん、あのつるっとさしてるから、うん、でなんかちょっとね、なんか納豆、私たち納豆も好きなんですけど、納豆ちょっと飽きてんな最近納豆ちょっと飽きて、いっぱい食べてたんやけどちょっと飽きたんですよ。変な音、いいよいいよ、椅子の音です。変な音しちゃった。よいしょ、あと2段とちょっと、あと2段で、まあと閉じはぎしなあかんやな、うん、だけど右袖があと2段でできそうです。ジャスミン茶めっちゃ美味しい、うん、今日ジャスミン茶も飲んで買ってたけどさ、うん、それでもやっぱ美味しいわ。あ、スズ子さん、はじめまして、こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。今ね、まあ編み物しながらいろいろ雑談っていうか、いろんなお話してます。はじめましてで来てくれてる人多いな。嬉しいね。嬉しい。納豆はタレ付き買うけど時々珍しいの買ってみる。あーでもそれ分かります。なんか大根おろし付きとか、なんか卵のやつとか、なんかいろいろありますよね、珍しいタレのやつで。うちは結構最近は例えば3パックセットじゃないですか、大概のやつが3パックをもう全部器に開けて、タレとかからしとか全部入れて、そこに卵黄とネギを刻んだやつを入れて食べるのが結構なんかブームになってて、それで結構それ美味しいんですよ。でそれやってちょっとやりすぎて飽きたって感じになってるな、うん、ちょっと飽きちゃったよな、うん、返してもらったっけ？うん？あ、まだ持ってます。持ってる？はい、ごめん。ありがとう。納豆もさ、なんかいろんな味のタレってさ、うん、買ってみてもでもやっぱり普通のが一番美味しいなってならへん？なる。
なんかいつも飼ってる好きなやつが好きやなってなる、うん、ちょっとなんか冒険しても。今日はねこのあと2段行くとこまでライブしようかな。あと1段とあとここからここまでともう1段やるとこまで頑張ってライブ中に頑張ってやりたいと思います。え、できたん？うん、あのグレーの糸が足りないからさ、うん、あ、今そこまで見せていい？うん、じゃーん、じゃーん、見えてるかな？フリルつきましたよ。で、グレーの糸がちょっと足りひんみたいです。今待ってんね。今グレーの糸届くの待ちです。こんな感じです。かわいいな、うん、フリルかわいいって。一列でも片方でもいいしな、うん、すごく素敵って。ありがとうございます。かわいいって嬉しい。まちゃんの新しいデザインやね。いいじゃん、うん、完成させたいな、ね、完成楽しみだね。フリル可愛いですね、そんな風に編めるのですねってね、うん、そうなんですよ、こんな風に編め、こんな風に編めるんですよ。ちょっと疲れてきた。休憩。いや頑張った。あと1段、1.5、1.6 ぐらい。頑張るぞ。色合いも調和取れてて素敵聞いて。嬉しいね。ありがとうございます、カズさん。めっちゃ真剣やん。めっちゃ真剣にやってるよ。でもちょっと休憩もしつつ編みつつ、ここのダウンでは減らさないといけないっていうのを覚えとかなあかんな。あ、あと夏の食べ物で美味しいの思い出した。美味しいもの、あのわらび餅、ナッツって感じじゃない、うん、あのなんかスーパーとかにさ100円ぐらいで売ってるさわらび餅あれやん。あれ昨日か、うん、昨日あれ買ってきてまっちゃんと一緒に食べました。美味しかったです。でなんか私もともと関西出身なんですけど、関西に住んでる時はあのなんかスーパーの100円くらいのさあのなんかこうさトレーみたいなやつに入ってるさやつあるやん、ピーってさ、あのさ丸いポチポチ、そうそう、なんか 丸いさ丸いポコポコってしてさ、なんか粉入れるとことかついてるやつ、あれさなんか関西住んでる時はきな粉だけやった印象があるんやけど、こっち関東来てなんか黒蜜ついててちょっとちゃうんやって思った記憶があるんやけど、記憶間違いかな。関西ついてないよな、黒蜜ついてなかったよな、黒蜜ついてる方が美味しいと思うんやけど、なえ、なんで関西黒蜜つけへんのやろ。怖
コスト削減今はついてるかもしれんね、商品開発。黒蜜美味しいよ、うん、この間さ、うん、羊羹食べたやん、黒蜜羊羹、あれ美味しかったな。ところてんのタレも関東と関西違いますよね。あとカップうどんの味も黒蜜ついてないですよ。え、黒蜜、え、うささんって、うささんって関西じゃないや、静岡だっけ。黒蜜ついてない？そう、黒蜜ね、関東のついてるんですよ。美味しい、ついてて。黒蜜ときなこ両方ついてる。だから黒蜜をまずかけて、それにきなこを絡められる。静岡ついてないよ、やって。わらび餅見るとぷよぷよのお邪魔ぷよを思い出すゲーム脳ですが、関西の方はきなこ大好きなイメージ。あ、そっか、関西の人はきなこが好きやから、きなこだけ食べたいっていうのはあるんかな。それはあるかも。ぷよ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 思い出す、そっくりや。確かにお邪魔ぷよそっくり。愛知もきなこだけやって。そうなんや。県によってさ、ちゃうんや。びっくりした。まあ、きなこだけでも美味しいんやけどな。黒蜜あってもっと美味しい気がする。なんか豪華になる気がするな、わらび餅も私大好きです。きなこだけで十分十分ですか。きなこだけだと口の中の水分全部持ってかれそう。黒蜜派です糸作先生は黒蜜派。確かに、まあきなこ水分持ってかれるね。美味しいけど。黒蜜となんか抹茶ラテみたいなのほんまによく合うよね。うん、昨日ね、そのわらび餅食べた後、なんかいただき物でね、あのトラやな、そう、だいぶその前か、きなこの、ね、きなこっていうかわらび餅前に、なんかいただき物でトラヤの羊羹もらってたんですよ、何個も。で全然食べる気起こらなくてずっと放置してたんやけど、なんか甘いもん食べたいなってなってな、なんか抹茶ラテみたいな冷たいやつ作って、うん、でそのトラヤの普通のノーマル羊羹と、なんか黒蜜羊羹とかあったよな、うん、でだから黒蜜羊羹と食べたらめっちゃ美味しかった。やっぱさすがトラヤやなと思ったな。羊羹嫌いやけど食べれた。なあ、まっちゃん羊羹嫌いやのに食べれたし、2人でペロッと食べたな、うん、2本ぐらい。ちっちゃいやつやけど。まあちっちゃいね。これくらいのやつな。うん、あのなんていうの、食べきりサイズのな。ご飯完成しましたので今日はこの辺で。楽しかったです、ありがとうございました。あ、かほさんこちらこそありがとうございます。あのまた来てくださいね、バイバイ。カズさん、ピキュさん、くず餅はお好きかしら。東京亀戸の船橋屋のくず餅は超おすすめで、きなこ黒蜜で食べます。私は最後の晩餐はこれでいいくらい大好きです。え、おいしそう。くず餅好きです。あのなんか水みたいにプルプルってなってるやつやっけ。信玄餅ちゃん？ちゃう、信玄餅はさ、なんか四角いやつに入ってるやつじゃない。あ、そっか。なんかさ、丸くてさ、水まんじゅうみたいなやつかなと思ってんだけど、違うかな。
めっちゃ美味しそう。そのなんか透明で中にさ、なんかあんこみたいなのがちょっと入ってるみたいなイメージがあるんやけど、ちゃうかな。どんなやつやろ。くず餅って聞いたことあるけど今パッと想像つかへんやん。でも聞くだけで美味しそう。亀井とか、調べてみようかな。あ、でもこれか、見たことある。どれどれ、なんかいろんな種類あるな。四角っぽいやつか。今見ました。丸いやつもあるわ、言ってたやつ。前田さんがおっしゃったのは水信玄餅のことかしら。あ、そうやと思う。そうか、プルプルのやつや。美味しそう。これからの季節ね、そういうなんかつるんとしたもんが甘いものでも美味しくなってくる季節。それはくず切りかも。あ、そうかも、そうかも。くず餅食べたことないかも。うん、ピもないかも。あとはまた甘いものの話ばっかりやけど、なんやろ。そう、なんか水まんじゅうってやつもこっちで見たことないかも。水まんじゅうっていうの好きやってんな。なんか透明のなゼリーみたいなやつに、ゼリーみたいな、わらび餅みたいなやつに中にあんこが、こしあんみたいなのがちょっと入ってるやつがあんねん。あれも結構好きやった。最近もう何十年も食べてない。そうなん。あとはあの京都人らしく八つ橋。あ、八つ橋、八つ橋好き。あとあじゃり餅、あじゃり餅食べたいな、うん、皆さん、あ、そう、前も聞いたかな、あじゃり餅めっちゃ美味しいんで、京都行かれる際は、あ、まあ通販もやってるか、あじゃり餅っていうのを和菓子好きな人やったら一回食べてほしいな。あじゃり餅めっちゃ美味しいの。なんかね、あのお坊さんの、あじゃりさんの帽子のな、うん、形してんねんな、うん、あれ定期的に食べたいんやけど、和菓子あんま得意ちゃう。そうそうそう、でもあれは食べれる、食べれる。あじゃり餅美味しいよねって。そう、あじゃり餅も大好きなんですよ。でももうずっと食べてないな、なんだかんだ言うて。そう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 、家ね、家が、で実家が滋賀なんでね、京都寄るんですけど、いつもね帰るとき新幹線で、でその時にいつもねお土産に買っていくというか、自分たちの自分らのために買ってたんやけど、最近全然、あのコロナになってから全然帰ってないから、全然食べずじまい。でもさ、名古屋にさ大統領選挙でさ、うん、行った時さ、あのピオちゃんみたいなやつ食べたかったな。あ、名古屋駅の。そう、名古屋駅にさ、なんかピオちゃんっていう名前やったか忘れたけど、なんかひよこみたいな、なんかスイーツそうめっちゃ並んでるとこがあって、なんかその何時と何時にしか焼き上がりませんみたいな感じで、なんか常に買えるわけじゃないみたいなお店があって、それ気になってた。買えへんかった結局、時間が合わなくて。あ、ピオリン、そう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 、ピオリンやんな、多分そうかも。多分そうやと思う。食べれへんかった。めっちゃ並んでた。てかいっつも並んでるな、何回か通ったけど、うん、水まんじゅうは大垣駅前に美味しい店があると聞いてる。今年こそ食べに来たよ。大垣って岐阜県でしたっけね、あの井口さんいるとかじゃん。あ、チョコタンさんこんばんは。今いろいろなんか美味しい和菓子とか美味しいなんかお菓子の話してます。
なんかあんみつとか久々に食べたいね。あんみつ？もう何年も食べてない。食べてない。な何年も食べてない。うん、食べてない。あといちご大福とかも何年も食べてない。食べてないね、いちご大福とかね。うん。うまいやな。うん。いちご大福。だってさ、だってさ、この前さ、その友達とさ、何やっけ、上野のさ、博物館行った時にさ、めっちゃ久々にパフェ食べへんかった？あの千引き屋行ってさ、千引き屋帰り行ってね、あのフルーツのいちごのパフェをね、数十年ぶりに食べたんじゃない？ちゃんとしたパフェなんて初めてかもしらん、なんか。あ、羊馬さんこんばんは。こんばんは。私は通りもんが好きです。あ、なんか博多通りもんってやつかな。あれ美味しいですよね。なんとも言えん味がする。ひよこかずさん、ひよこまんじゅうじゃないの？そう、ひよこまんじゅうじゃないのね、うん、ひよこまんじゅうまっちゃんちょっと苦手やんな。いやいやね、なあの白あんみたいなの苦手やんな。いやいや、ポロポロしててなんか。それやったら鳩サブレの方が好きやんな。鳩サブレは好き。まっちゃんがひよこまんじゅう苦手っていうのはめっちゃ印象に残ってる、うん、苦手なんやと思って。和菓子がそんなに得意じゃないからな。通りも美味しいよな。なんかあのクリームって言えばいいのか、なんて言えばいいのかの味、ちょっと癖になる味。マッタキの構想で頭いっぱいですやって。おー嬉しい。今私も袖編んでますよ。もうね、あとね、ここ行ってあと1フグで袖んとこ、右袖終わり。だから今日はここ行ってもう1段編むとこまでライブしようかなと思ってます。でもちょっと疲れたからちょっと休憩したい。休憩大好きっ子。メインが休憩。あ、めよっていう。またギアンでくれてる人多くて嬉しいね。うん、ありがたい。ね、ありがたいね。楽しんで編んでもらえてたらいいよね。うん、それだけやな。な、望むの。な。あ、カズさん、私もひよこまんじゅう苦手やって。てかあんこがちょっと苦手。あ、でもわかります。私もね、昔あんこ大嫌いだったんですよ。で、大人になってやっとあんこ食べれるようになったんですけど、そんなに得意じゃないです。その量は食べられへん。私も全然得意じゃない。うん、食べれるのは食べれるけど、めっちゃ好きまではいかへん。でもなんかあんこで疲れ取れる時はある。今日はゲーム休憩。そうゲーム休憩。でもね、ちょっとだけはやりたいかなと思ってます。でもだいぶいつもよりは時間減らして、ちょっと休憩タイムです。今日はゲーム休憩で編み物をやると。で、今編み物休憩。なんかひよこまんじゅうじゃなくて、あ、糸作さん、相変わらず休憩多いピックさん見てるとなんか癒されるわ、笑いやって。やっぱ休憩多いかな、みんなこんなに休憩しい日かな。休憩方。なんかさ、ひよこまんじゅうじゃなくてさ、なんかひよこ、なんかごま卵みたいなやつない？お土産で。なんかな、多分そういう系や。そういう系あんま好きじゃないよなって言おうと思って。全然わからへんね。なんか卵みたいなやつある。でもまっちゃん多分それあんま好きじゃない味やろなと思って、今ちょっと思い出した。なんか白あんみたいなやつがあんま好きじゃないのかも。うん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 。
まあ、アンコウ自体がそんなに得意じゃないけどさ。でもそう思ったらお土産ってさめっちゃあるよなと思って、うん、だからなんか最近はさなんか結構おせんべい系のお土産にすることが多い気がする、うんうんうん、だから結局その方がなんか美味しいかなみたいな、うん、好き嫌いなしで食べてもらえる系よね。あ、ユンポンズさん、私もピケさんの休憩好きですとか言ってくれてる休憩好きってどういうことでも嬉しい、ありがたい。休憩嫌やって言われたらさずっと安全高もんな。ピケさんの休憩嫌やとか言われたらさ、うん、ずっと安全高んからしんどすぎて無理になっちゃう。そう、休憩ね、休憩は大事ですよ何事も。頑張りすぎるとね。鶴の卵苦手です。鶴の卵、そうかも。なんかこういう卵のやつありますよね、お土産で。私はあんこよりチョコレート系の方が好きかな。あ、私もチョコレートの方が好きかな。チョコレートね、今は落ち着いたけど昔からめっちゃ大好きなんですよ私。もうバカ食いするほど。でも今はだいぶ落ち着いて、と言っても一日にね、あの毎日食べるってわけじゃないけど、最近っていうか最近昔から好きなんやけど、あのなんかスーパーとかに売ってるちょっと大袋のやつで生クリームチョコっていうやつ知ってる人いるかな。あれ生クリームチョコやんな。生クリームチョコ、なんか生クリームチョコって言ってちょっと大きな台形みたいな形してるやつで、それ好きでよく買ってる。知らない方多いかもですが、カスタードも好きです。和菓子なのか洋菓子なのか謎のお菓子です。あ、羊熊さんはそういう系が好きなのかな。って博多通りもんもさ、和菓子なんか洋菓子なんかよく分からへんやん、うん、あんこ大好きは少数派なのかな。粒あんとこしあんで分かれる。確かに私はどっちかっていうとこしあんの方が好きかな。なんか粒あんの方がなんかあんこっていうのが きつい気がする。なんかこしあんの方が薄まってる気がする。でもなんかたまにあんこ食べてなんか癒される時もあるし、でもチョコも癒されんな。なんだって前さ黒蜜羊羹めっちゃ癒されたやん。癒された。なんかそういうこともあるからさ、タイミングとかもあるかも、うん、あれびっくりしたな。だって普段羊羹嫌いやん、うん、わいわな、うん、から美味しく食べられたのびっくりしたね。それ良かったよ、うん、いいことやん。カスタードも気になるな。カスタード好きやから、カスタードの味ってことやな多分、名前からして。なんかもちぷにゃとか好きやん。もちぷにゃ好き。もちぷよやっけ。なんか ローソンってか別にコンビニによく売ってるんだけど、なんかもちぷにゃとかさ、もちぷよとかいうさ、なんかふにゃふにゃのさ、なんかクリームが入ったお餅みたいなやつめっちゃ好き。タピオカみたいな、タピオカみたいな生地で作ってあるやつ、あれめっちゃ好き。甘いもの私より全然好きよ。好き。あとチョコやレートやったらホワイトチョコが好きです。一番あのミルク、ダークチョコ、ホワイトチョコの3種類あるとしたらホワイトチョコが一番好きです。あの甘ったるいとこが好きです。だってホワイトチョコってカカオ入ってんのって感じやんそもそもとして疑問な、チョコなんみたいな。このリンツのホワイトチョコとか、まあ、あの手を出しやすいとこやったらダースのホワイトとかめっちゃ好きです。カスタード入ってます。宮城の萩の月にそっくりらしいです。へえ。見たら知ってるかな。もう絶対だってさ、東京駅にめっちゃ売ってるじゃん。あ、そうなんや、うん、それがカスタードに似てるらしい。
タドンは萩の月そっくし。あ、アッコさんご飯終わったん早くね聞いてくれてねカスタードを知ってる人がいたとぬるっと帰ってきた嬉しい。あっこさんおかえり。カスタードも美味しいって結構みんな知ってるな。カズさん、私はだいぶ大人だけど子供の頃駄菓子屋のお菓子が未だに一番好きかも。食後のステラおばさんのクッキーもぐもぐステラおばさんのクッキーもぐもぐの結構ステラおばさんのクッキーって濃厚なやつやんな。確か食べたことないわ。なんかでもらったことあるかも。駄菓子屋のお菓子ね、私も昔駄菓子屋さん、まあ、今近所にあるんですけど行ったことなくて、駄菓子屋さんのお菓子だったら子供の頃食べてたんやったら何が好きかな。カスタドンも萩の月も凍らして食べるのをおすすめ。へえ、どんななるやろ。パリパリになるってこと？どんななるやろ。チョコみたいになるのかな。駄菓子屋のふ菓子とか好きやったな。ふ菓子食べたことある？あっこさんおかえり。なんかさ、うん、このチョコ、シミチョコの縦長みたいなやつ、それじゃない？つぶあん好き、ビターチョコ派なのよ。あ、そうなんや。んチョコバットみたいなやつ。チョコバットみたいなやつ。カスタードがアイスみたいになるんやって。へえ、美味しそう。ふ菓子ってなんかな、なんかこんなふわっとした、なんかどう言えばいいんやろ、なんかふわっとしてんねん。でちょっと甘いねん。食べたことない。ふ菓子好きやったな。あ、すずこさんもふ菓子好きって。おふ、そう、おふが好きやねん、そもそも。そう、おふ、おふ好きやから好きなんやと思うわ。黒糖ふ菓子、そう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 、黒糖同じすんの。なんか茶色くな塗ってあんね。あ、そうなん。茶色く塗ってあって、こんななんかこんな棒みたいな、見た目なんか木の棒みたいな、木って言ったら言い過ぎやけど、うんうん、なんかそんな感じのやつ。そうなんや、うん、あれ好きやった。ごめん、私も、うん、メールかな、うん、かもしれない。あ、減らし飯しなあかんねやった。ちょっと見ないうちに編んでない実家のように落ち着くわちょっと見ないうちに休憩タイム入ってましたいやでもね、今日は頑張って、あと1段編むまでライブ、編むまでライブ、編むまでライブ編み終わるまで頑張ってライブ、ライブをしてる間にあと1段は編むぞっていう頑張りライブ。今編んでるよ。見えてないけどね。見えてないけど今編んでるよ。あの減らし目を頑張ってね、忘れてたからやり直してる。お、静岡のふ菓子はピンク色桜棒という名前でも、製造元は岐阜県。え、そうなんや。桜棒、へえ。茶色のさ、黒糖の、黒糖っぽいやつしか食べたことない。ふ菓子も筆でできてんのね。そうじゃない、ふ菓子風っていうからぐらいだから。でもあのお風よりももっとなんか粗い感じ。あ、そうなんや。うん、お風はさ、うん、あれに入れると美味しいよね、すき焼き。うん、
ふ菓子きなこ棒ヨーグル紐付きの三角飴いっぱい好きすぎて書ききれない。うなぎパイもチョコターさんうなぎパイも好き。あ、きなこ棒あったな、美味しかった。きなこ棒も好き。あと須田子さん太郎も好きで一回なんか箱買いしたことある。あとあチロルチョコのきなこ餅もめっちゃ好き。あ、カホさんお皿洗いつつ戻ってきました。お帰りなさい。まだねあと1段終わってなくてライブまだ続行中です。今お菓子の話してます。切れてた気づいたら。後でつなぐか。カホさんえらい、うちのシンクは今えらいことに なってるよ。誰か洗ってくんねえかな。アッコさんちって洗ってあげたいわ。青森まで行って洗い物してあげたい。ただいまです。お菓子の話。そうなんかね、あの好きなお土産のお菓子の話とか、なんか今ね駄菓子が好きっていうカズさんの好きな駄菓子の話とか、そう洗ってあげたいよ。ほんと1段になりました。お皿割っちゃうよ。いやライブしてた、めっちゃ出遅れたやん。あ、泉さんこんばんは。そうゲリラライブしとった。こんばんは。またぎ編んでるよ。でもついさっきまでちょっと休憩してた。まだ終わったらあかんで、あとな一段な、頑張って編むとこまで。ライブは今からな。あと一段な、編むとこまでやろうかなと思ってる。泉さん寝とったな。きなこひねりが好きだす。あと芋ようかんとかも好き。洗い物ジャブジャブジャブ。泉さんこんばんは。あっこさんのまたぎの配色かわいい。あっこさすが寝とった。泉さん今起きたんか。生活パターンがもう把握されてる。あっこさんにそうあと1段ね。今ねここねここ一段最後ここをピーってさ編むとこまではライブやろうと思ってます。これで右袖がね完成するのでそこまではちょっと頑張ってやろうとしてます。チョコタンさんありがとう。あ、さやさんおはようございます。さやさんも寝とったんか。泉さんほなあと1時間以上かかるな。1時間かかるかな。まあでも休憩は絶対入れる。さやさんが来たぞ。そう休憩なしでこれはちょっときついから休憩は入れます。そう休憩いる、うん、休憩は入れる。あとお茶飲んだりとか休憩しながらやる。昼からビール飲んでたの？さやさん。さやさんも寝てたか、同じ。じゃあ今起きた組の人、ね、おはようございます。とりあえず今ね、私はライムとコロナ届いてたもんね。ね。あれ、ライムとコロナ飲みたい。ライムとコロナ美味しそう。私の今日は5時に起きてゼルダ。朝5時に起きてゼルダやってた。仕事行くまでの時間どんだけ好きやね。めっちゃ早起き。
あ、チャンピ疲れてるな疲れてる、今ちょっと休憩してる肩凝ったゲームしすぎ、あ、ゲームしすぎなんかな、肩詰まってんの、ゲームしすぎかも、肩がめっちゃ疲れた。チャンピ寝なきゃうん、でもな、夜はな結構早めに寝てんねん、10時ぐらいに。夜早く寝て朝早く起きてゲームしてる。で今日は、まあ、ゲームもちょっとだけはな、夜ちょっとだけしたいと思ってんねんけど、10時早ない伊水さんからしたらめっちゃ早いと思う休憩大事そう、いや、なんかもうさ5時に起きてるとさ10時くらい眠くなんのよ、ほんまはもっと起きてたいけど。でさ仕事やっぱさ、まあ今日はいいんやで、今日はそんな10時に寝んでもいいんやけどさ、仕事行ってたらさ寝るの早い、健康的ね、そう、なんか遅刻したら、寝坊とかしてさ遅刻とかしたら嫌やなと思ってさ心配になってさ、ほら手が止まって、そう喋んの夢中になった。そう仕事ね遅刻しとかしたら嫌やからさ、ちょっと心配性やから、なんか早く寝なきゃとかなっちゃうわけで、起きて早く起きる分には起きてるからいいやんと思って、規則正しいかも、確かに。そうだから夜更かしというよりかは早寝して早起きして朝にゲームとかした方がなんかけん、あの気持ちがちょっと落ち着くから、そうそうしてる。ワイも見習いたい、本音。そうね、泉さん結構なんていうの、夜型やもんな、夜型って言えばいいのかな、 夜にさ結構さ活動してるというかさ、起きてるやん。朝が早いと一日が長くてお得な気分になるもんね、確かに。しかも 今冬は真っ暗やからさ、ちょっと起きづらいんやけど、今の時期朝も明るいからさ、なんか早く起きてもさ明るいし、なんかちょっと嬉しい気持ちになる。季節的なものもあるかも。冬はそんなに早く起きられへん、起きられなくなるな、うん、逆に冬は起きられへん。うささん、先日夜更かしして翌朝バスに乗る時間に目覚めて冷や汗かいたね。なんかそういうのになったら怖いなっていうのがあって、なんかめっちゃ夜更かしはできひんって感じ。泉さん、相方が帰ってくる時間が余命やんねん。あ、そうなんや。あ、それでいつか分からへんからちょっと不規則になってるってことか。それも大変やね、体調悪くしひんように気をつけてね。なんか不規則だとさ、体がさリズムがさ大変やん。しかも夜型って体結構しんどいと思うしさ。私も昔は結構夜型やったんやけど、もう多分その生活無理やと思うわ今は。ありがとうやで、いえ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 、だって心配やん、やっぱり。さやさん、私は単に昼寝が多いタイプ。あ、私も昼寝好きっていうか寝るの結構好きやから、なんかあったらすぐ寝ちゃう、昼でも。で昼寝ても夜寝れるから、全然なんか昼寝したから夜寝られませんでしたみたいなことはあんまないな。ピーって結構昼寝しても夜普通に寝てるよな。昼寝はいいらしいじゃん。でもさ、なんかさめっちゃ寝てもあかんみたいなあれや、なんか寝すぎてもあかんみたいな。でも寝すぎた日ってずっと眠いねんな、なんか一日中眠くてずっと寝てる日とかあるし、
それあんま良くなさそうと思ってんだけど、たまにやっちゃう。眠りの質かな。あ、それもあるかもね。質が悪かったら何回寝ても眠たいんかも。私めっちゃ夜型人間、いつも寝るのは2時だから今くらいが編み物ゴールデンタイム。あー、カズさんそうなんだ。カホさん早起きしたいな、二度寝しないようにしたいです。さやさん、うつ気味だととにかく眠いのよ。まっちゃん寝れてる、まっちゃん寝れてるって泉さん聞いてくれてる。まあでもまあ日によるかな、うん、でも寝れてる最近。あー、よかったよかったでなんかジェル出してるからさ、朝結構さ、まっちゃんも早く起きてくれたりしてな、うん、なんか一緒に早起き生活になってるよな、うん。確かにうつ気味の時は、うつ気味の時はもうとにかく何もしたくないからもう寝ようってなる。寝てなんか嫌なこと考えたくないんやと思うんやけど、なんか寝ようってなるかな。私も仲良しねってそう、一緒にね朝ねゲームしてるの、ゲームしてるのっていうか、まっちゃんは編んでたりするんやけど、でもまっちゃんもなんかな、ゲームのちょっとなんか素材集めとか、なんかちょっとしたなんかなんかやる作業とかやってくれてる。防御反応みたいな感じで眠いよね、ひたすらに。そう、なんかうつひどい時はもうなんか何もしたくないし寝よって、もうなんか何もしたくなくて、もうやりたくないからもうベッド行っちゃって、もうゴロゴロしてるから勝手に寝てるって感じ。もう何もしたないってなって携帯とかベッドで見て、もうゴロゴロして寝ちゃう。チャンピがさ、うん、ゲームしてる横で編み物してるから、うん、めっちゃいろいろ進んでる。あ、そう、うん、じゃあいいこと、うん、やった。ちょっともうちょっとで半分なんやけど、ちょっとだけ休憩する。風が涼しくて気持ちいいな。涼しくない、なんか、うん、サーキュレーターしてるのもあるけど、なんか昨日めっちゃ暑かってさ、なんかもうやばいなと思ったんやけど、今日は打って変わって涼しくなってさ、なんかそれはそれでさ体調崩しそうなんやけど。ゲームそんなにおもろいん、ワイには分からへんな。いいね、ゼルダとアミモンの素敵な世界。時間サイクルは人それぞれですね。サイクルが乱れないのが大事なのかもね。ゲームな、あんね、なんて言えばいいのかな、なんかゲームによってそのおもろいとおもろくないってあるんやけど、その今やってるゲームはもう今までな人生でやってきたゲームの中でもう一番おもろいぐらいおもろいゲームのなやってんねん。それでもう今までにないくらい夢中になってしまってる。それぐらいめっちゃ面白いゲーム。なんかどこが面白いかって言われたら、なんかなんていうかな、そのゲームの世界をなんかその主人公な人をさ操作するんやけど、なんかどこでも好きなとこ行けんねんか。だからそのまあ言った世界があって、山とかもな、こう壁とか登れて、なんかどこでも好きなとこ行って、なんか木の実とかなんか野菜とかな、なんかそういうの、肉とか動物とかをこう弓矢とかで倒して取ってとか、なんか好きなことできて、でももちろん敵もいて、でなんかここどこどこに何々があるから探してきてくださいとか頼まれたらそれ探しに行ったりとか、でもちろんメインの話としては悪者がいて、その悪者に
なんかお姫様が連れて行かれたんか、ちょっとそこはまだ分からへんだけど、なんか悪者がいてそれを最終的には倒すっていう、それだけのことなんやけど、そこまでにめっちゃなんかやることがいっぱいあって、もう終わらへんぐらい、それやってんのがめっちゃ楽しい。どっかの会社はゼルダ発売日を全休にしたよね、ゼルダ休暇。え、めっちゃいいんやけど、ゼルダ休暇めっちゃありがたいんやけど、でもさ、1日じゃ絶対足りひん。ゼルダ休暇さ、ゼルダ休暇3ヶ月くらい欲しいんやけど。ワールドワイドやん、それ手出したらワイ沼ってまうわ。そう、沼やね、本当に。そう、もう世界をな、自分の好きなように行って、しかも綺麗やねんか、風景とかも。それもめっちゃ癒されんねん。めっちゃ癒される画面を見ながら、その雨とか天気もさ、雨になったりさ、晴れになったりさ、なんか雪山があったり、なんか火山の地域があったり、砂漠あったり、普通のさ平原で草原があったりとか、なんかほんまの地球みたいにさと一緒みたいになってて、ゼルダ休暇そんなに、そう、3ヶ月くらい欲しい、ほんまに。3ヶ月でも足らんよな、多分、1年ぐらいもらってもいいと思う。1年かけて全部クリアできるか分からへん。泉さん、オープンワールドって言うんだよ、そういうゲーム。さ、確かにワールドワイドとか言ってくれてたな。そうそうそう、オープンワールドっていうの。そう、それで好きなとこ行って、でだからなんか最初にな、まあなんかこう道筋はあるんやけど、絶対そこに一番に行かなあかんとか、そう、音楽もいいの、そう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 、絶対ここに行かなあかんとかなくて、なんか寄り道とかしまくれるの。だから寄り道しまくって、全然メインのストーリー進んでないの。メインストーリーも別に好きな順番で進めたらいいもんね。そう、メインストーリーも自分の好きな順番で進めたらいいし、なんかこうしなさいみたいなのがあんまりなくて、本当に自分の好きなように進めて、なんか やったらいいっていう。知り合う初日画面用意したらしい。あ、そうなんや。まあ、確かにね、ちょっと操作慣れるまでは あれかも。そんな休暇取ったら現実に帰りたくなくなるね。そうだね、もう絶対もう現実に帰れなくなると思うわ。さやさんがハマってたノーマンズスカイは宇宙なんや。1800強を超える星が、K か、超える星、惑星があって、自分で見つけて名前つけて探検したりできるよ。へー、めっちゃなんか長いことできそうやね。なんかめっちゃ楽しめそう。ゼルダ欲しくなってくる。ゼルダね、もしできるならなんかプレイしてほしいです。なんかすごい面白いので。謎解きもあるし、人と会ったらものすごいレア体験。あ、そっか、宇宙にいるから人となかなか会わへんってことなんかな。アッコさん、私のゼルダの歴史は確かディスクシステム。今はゲーム実況の人のプレイ見て満足してる。見てるだけで楽しい。確かにね、人のプレイ見ても楽しいよね。泉さん、ワイの知ってるゲームはインベーダーゲームやで。いや、インベーダーゲームも面白いやん。あのなんかあのピコピコピコって打っていくやつやろ。さやさん、ゲーム好きなのにゼルダ未体験なの。あ、そうなんや。ゼルダおすすめですよ。あのスイッチやったらブレスオブザワイルドと今のティアーズオブキングダムっていうやつがめっちゃおすすめ。うささん、壮大なストーリーなのね。やっぱさやさんの言ってるゲームめちゃくちゃすごいね。うささん、私はヨッシー一人で十分や。ノーマンズスカイも面白いよ。カホさん、デスストーンも積んでます。ゼルダは神トラもまたやりたいな。喫茶店でっかな、できやんかったからな。あ、そっかそっか、喫茶店に置いてるゲームをやるってことね。スイッチ持ってない。スイッチって今は買えるの？え、どうなんやろ。スイッチってなかなか買えへんかったよな。今買えるようになったんかな。頭ぐるぐるしてくる。泉さん、インベーダーゲームうまそう。確かに。泉さんうまそう。そう、ゼルダは任天堂系のゲームやから、やっぱスイッチなんかな。プレステとかで出てないもんな、ゼルダは。
スイッチやな。うん。草さん、それはなぜ？スイッチは今買えますよと思います。近所では定価で売ってる。あ、そうなんや。スイッチもなんかいろんな種類出てるもんな。なんか有機なんちゃらモデルみたいな。FF の新しいのもやりたいな。あ、出てるんや。ファイナルファンタジー全然終えてないな。高校の目の前にインベーダーゲーム50円でできる店あった。インベーダーゲームをテーブルにしてたカレー屋とかあったよね、昔。へえ、ついに私の持ってないものが出てきてしまった。プレステとか持ったことにゃい。プレステは持ってたけど、もう今は全部なんか処分というか、あの、売っちゃいましたね、私も。今はうちにあるゲーム機は、スイッチと、あのちっちゃい DS、そう、 DS とかちっちゃいやつばっかり。 PC でゲームしてるわ、もうずっとね。 PC でゲームしたら PC のさ、 Steam とかいっぱいいろんなゲームあるから、なんかそれで困らなさそう、全然。あの据え置き機がなくても。なんか一時期ゲームあんまりしてない時は携帯とかで iPhone とかのゲームアプリのやつとかやってたけど、でもやっぱりなんか、なんていうの、なんかこういうさ、まあ、PC でもできるんやけどさ、なんかコントローラーでさゲームやるのが、私やっぱアクションゲーム好きやからさ、めっちゃ好きでさ、だからなんかやっぱりなんかコントローラーで実機でなんか、なんていうの、 DS とかのああいうなんか画面付きのやつじゃなくて、なんかコントローラーでなんかしっかりやりたいっていう気持ちに なっちゃう派なんかがっつりやりたいみたいな、なんかこう押し心地とか、なんかボタンの感触とか、なんかそういうスティックとか、なんかこうしっかりなんか持ってやりたいって、なんかコントローラーが好きなんかもしれん。PC でゲームするんか知らなんだ。実家にはまだファミコンあるよ。ファミコンもめっちゃ好きです。冬までに何か一つゲーム機欲しい。私もプレステ持ってなかった。スイッチと PC でゲームしてます。チョコタンさん、昨年まであつ森にハマって今は編み物にハマってます。コントローラーとか絶対使いこなすやん、自信あるでもね、結構コントローラーあるとなんか便利というか、なんかうん、なんかやりやすいやんな、コントローラー。どう？私あんま得意じゃないかもしれない。そっか。でもさ、ポケモンとかやったらまっちゃんでもできるやん。できる。ゼルダはちょっと操作難しい。うん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 。アクションその得意ちゃうからな。うんうんうん。インベーダー夏い。友達ん家がスナックで、そこん家のおばちゃんの横の、おばちゃんに横の鍵開けてもらって、タダでやらせてもらってた。めっちゃいいやん。タダでやらせてもらうの。ゲーセンで打ちまくるやつとかは楽しんでやってたわ。ふん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 。でも私もファミコン未だにめっちゃ好き。もうできひんけど、機会がないから。あ、でも任天堂、なんやっけ、オンラインみたいなやつでできるんやけど、なんかやっぱりファミコンのなんか実機でやりたいなっていう気持ちはある。人殺し系なあ、こうバン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 打つやつってこと？パチンコ系じゃなくて、うん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 、そういうこと？うん、多分そうやと思う。そっか、アッコさんがゲームやるならどんなやつがいいんやろな。スイッチかな。でもスイッチもさ、そうそう、あ、うんうん、なんかスイッチもさ、あのテレビに映すタイプのやつと、こういうちっちゃい画面でやるタイプと両方あるで。あっこさん、ジオゲッサーやったら得意そう。あ、痛恨のマイクに叫んだりしてたわ、ファミコン。そうそう、叫んだりした。なんかめっちゃマイクにあーとか言ってた。あっこたまごっちは、あっこさんたまごっち、なんかまっちゃんがさ、アッコさんジオゲッサーめっちゃ得意そうとか言ってる。あ、そうやな、そうや、アッコさん引っ越しめっちゃしてるからさ、ジオゲッサーめっちゃ得意そう。確かに言われてみれば、
たまごっちはゲームなのかよ。キーホルダーにもできる、時計にもできるで。たまごっちめっちゃ流行った、子供の時。なんかスーパーじゃないや、なんかお店にさ並んだ記憶あるんやけど、買いに走った。たまごっち懐かしいな。たまごっちとなんかデジモンのこういう育てるでちっちゃいやつ持ってた。ジョーゲッサー実況者の見てめっちゃすっ好みのゲームと思ったとか言ってるアッコさんが、そうアッコさん絶対あの上手やと思う。キーホルダーみたいなんでテトリスしとった。あったあったあった、キーホルダーのテトリスめっちゃしとった。あれ面白かった。でもまっちゃんもテトリスめっちゃうまいやんな。いや、うまくはないけど好き。そしたら2人とも楽しんでたから私もめっちゃしたくなっとる。えー、アッコさんとジオゲスさんめっちゃ一緒にやりたい。やろうやろう、絶対楽しいわ。っていうか別にさ、ディスコとかで共有してやったらいいやな。そうよ、テトリス好き。ジオゲッサーやり共有画面ディスコもまたやりたいな。たまごっちは社会現象だったね。ね、たまごっちめっちゃ流行ってたよね。なんであれがさあんな流行ったんか今思った謎やわ。でたまごっちの類似品みたいなめっちゃ出とった。うん。なんかパチモンみたいな。パチモンみたいなやつな。でその頃にさポケモンとかも流行ってた、うん、あの初代の。たまごっちねそんなやってなかったんだよね、日本いたけど。ぷよぷよ好きってかほさんは、うん、ぷよぷよ。あ、まっちゃんぷよぷよ好き。まっちゃんパネルでポンやん。パネルでポン。ヨッシーのクッキーとか、ね、ヨッシーのクッキーパネルでポン。うささん類似品を子供に買ったわ。類似品やったんですね。あ、泉さん、ワイもぷよぷよ好きやったやって、うん、あ、じゃあみんなパズルゲー好きなんやな。私結構ね、ぷよぷよとか苦手タイプ。テトリスとかも。あの、好きやけど、あの、下手。まっちゃんの方がめっちゃ上手やんな。好きやな。うん。上手かは知らんけど。パズルの方がチュッキーやって。そっか、泉さんもパズルの方が好きなんや。ゼルダもだから謎解きの方が好き。あ、そうやな、アクションというよりも、うん、羊熊さん、ジオゲッサーピキさんで知って最近いっぱいしてます。日本版でしてるんですが北海道に落ちた時難しいです。確かにしかもめっちゃ北海道ってさめっちゃさ田舎とかに落ちたら難しいよな、広いし。上海ってゲーム知ってる？え、麻雀のやつかな、なんやろ。カホさんパネルでポン懐かしい。そう、あのまっちゃんがパネルでポン好きやったからね、うん、上海好き。上海知らんかったらええわ。あ、ごめん間違ってた。上海好き。上海ってどんなゲームなん？上海超何回もしてしまうね。ワープロでやった。え、ワープロでできるんや。今はスマホ内のパズル系ゲームばっかり。あ、そうなん？
スマホやったらなんかマリオランっていうなんかマリオがさずっとさ走ってさピョン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 ジャンプとかできるゲームが好きでめっちゃやっとった。マリオは好きやねんな、もともと昔から。多分ヤフーのゲームでもあるんちゃうかな、上海。あ、じゃあ後で調べてみます。なんかさ、なんか昔さキヨさんがさ実況とかやってたけどさ、なんかパソコンでできるさ、なんかアイスホッケーみたいなさ、なんかカン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 ってやるやつあるやん、テーブルホッケーみたいな、あれのさネズミとかが出てくるやつさ、やったことある？あれめっちゃ好きやった。なんかパソコンに入ってるゲームでさ、もともとなんかホッケーみたいなやつ、なテーブルホッケーみたいなさあるやん、プン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 ってやったの、ゲーセンにあるやつ、あれをやるゲームがあって、あれ好きやった。で全然クリアできひんかった。パソコンに入ってるゲームやったらマインスイーパーが好きやった。あ、マインスイーパーね。とコメント読ませて余せない大作戦そんな作戦やられてたんか、ハマってたわ。あとな、あとこ、あとこんだけやで、あとこんだけ、あとこんだけ。でもちょっと疲れてるから休憩 しながらやってる。パズルゲーム好きだけど今はストーリーがあるものが好き、映画見てる気持ちです。あー確かにね、マインスイッパーも好き。寝落ちしてました。いやもうゆっくりゆっくり寝てくださいよ、みほさん。お疲れで復活したんでまた参戦ありがとうございます。いやゆっくり寝てくださいよ。みんなコメント打つのだコメントコメント打って合わせへん作戦やな。そうコメント読むか合うかしかできひんからな。ちょっとお茶休憩。美穂さん体育会系でコメントじゃん打ちして、コメント続く限り編めない。あ、アンチョビーズルームさんこんばんは。今ねかぎ針のまたぎカーディガン編みながらお話し中です。ミポリンの指さばきを見せてなんかどういう方向に行ってるかようわからんくなってきた。指さばき練習よっしゃいや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 、なんかミポリンに思い出したんやけど、中山美穂って最近テレビ出てんのか、中山美穂テレビ出てんのかな、見たことないな、全然テレビないから。うちミポリンで思い出した、うん、思い出したな。ゲームしながら編めたらな、本読みながら編めたらな、確かに。でもなんか動画とかやったらさ、動画聞きながら編んだりとかさできるよね、あの耳で聞くやつ、オーディオブックとか。そうそうそう、とかあの別に動画でもさ、なんか映像あんまり見んでもいいやつとかやったらさ、よくない？ミポリン、さやさんの毛糸買うために指トレしまくってる感ね。そうなん、見事にさやさんの糸買いましたで、えー、おめでとうございます。ありがとうございます。トイレ行くから、トイレ行くから編むんやめて意味わからんや、トイレ行ってきて。またさ泉さんがさトイレ行ってる間には終わらんからさ。日々のトレーニングの成果よ。あ確かに朗読系 YouTube 聞きながら編むことありますね。そう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 、朗読系とかさ、なんか別にそんなに映像あったとしてもさ、映像そこまで見んでもさ、なんか聞けるような、なんかなんかなんて言えばいいのかな、
なんかゆるい系のやつと言えばいいのかな、なんかお話系のやつとかさ、なんか階段とか、最近一生タック YouTube 聞いてる、あタッ一生でいいのかな、タックなんとかさんっているね、あんまり聞いたことないんやけど、あのたまに出てきたりしてる、あのおすすめに。終わってしまう。じゃあもう雨ないってこと？ない、ほら。悲しい。ちょっと疲れてからキリ見せよう。今は編みながらテレビニュース見ながらコメントしながら笑ってます。めっちゃやってるやん。そんな同時にそんないっぱいできるんですね。キリやで。最近ピキさんの過去動画聞きながら編み物してます。癒しです。ありがとうございます。もう過去動画もね結構いっぱいあると思う。なんかようわからんけど普通にラジオが BGM、 あいいですねラジオ。カズさんながらプレイすごいな。確かにながらプレイすごい。もう編むの使えてポケモン紹介。電気のポケモンです。ピカチュウちゃうで、これエレキッドっていうやつ。ピカチュウで遊んでんかちゃん。これエレキッドっていうなポケモンでな、キディっていう名前つけてんね。雨やって話やな、覚えられへんで。アッコさんは今編んでない。アッコさんご飯食べ終わって休憩中かな。そう、私筋金入りのながら族なの実は。すごいな、そんなにながらできない。1個しかできない。今はあまずにドローっとしてる。何も考えずにまたぎ編んでたら3段くらい普通のメリヤスになってた。ほどきます。大丈夫かい。これ編んでちょっと5分ぐらい休憩して終わろうかな、うん、もうちょっとで編み終わりそうです。だから編み終わってちょっと5分ぐらい休憩のお話しして終わろうかな今日は。と言ってもさ、うん、明日もライブするん。明日どうしようかな。できたらやるかもやけどちょっとまだ未定かな。うん、今日もさ1時間くらいだけちょこっとライブしようと思ったらさもう2時間以上してた。知ってたよ。今日さ1時間くらいだけさちょこっとさ、あピロピロさんやっと見ました、パピー野球見るのやめたからやっと見れた。ピロピロさんこんばんは。うささん、泉さんおかえり。ワイは週末の予定入れへんねん。チャンピのライブに命かけてる。そんな入れてよ。予定あったら入れてよ。そんな入れてくださいね。もうなんか申し訳ないやん。別に大したこと話さへんからさ。そんな、ピロリーナ
ここんちのライブ1時間で終わった試しないじゃないの。確かに全然1時間でもほんま今日ね1時間ぐらいなんかちょっとワイが楽しませてもろてるんやで、ありがとう。そうなんか久しぶりのライブやからそのねあのしかもご飯時やし人もねそんな来てくれるかわからへんからさ、えもう終わり、いやこれでもねもうね2時間以上やってんのよピロピロさん。もしちょっと元気あったら明日もできたらやるかも。ピロちゃんまだ終わらんで。そう1時間ぐらいで終わろうかなと思ってたんやけど、なんかやっぱり喋ってて楽しいからあのまたやっちゃった。無理せんとき明日のライブ、うん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 、私なんて暴れて飯作って飯食っておやつ食べたのにまだライブしてんだから。確かに。できたー、できました。袖ちょっと羽織ってみようかな、取れちゃうかな。あこれどうしたらいいんやっけ、スーって抜けばいいんやんな。糸切って、切っていい、ハサミ借りていい。え、飯も食ったん？あ、ご飯食べたよ。明日はうちの方雨降りだ、天気予報より。あ、そうなの？ご飯食べたよ。実は開始からイヤホンで聞いてた。あ、聞いてくれてたんですね。じゃあさ、じゃあもう終わりっていうか今来たみたいに言わんでええやん。なあ、ずっと聞いてくれてたんやな。ほらこれできましたよ袖。ちょっと着てみようかな。あのまだとじはぎしてないけど、あまだあの片袖だけ、右袖だけ、こうか、こうやな、うん、今来ました詐欺。今来た詐欺。今袖がねこんな感じで、よいしょ、ちょっと全体は映せへんけど、あいいぐらいやな、手の長さぴったりやな、ほらこっちはまだです。明日こっちやろうかな。おめでとうございます、綺麗、ありがとう。ここまだつけてへんけどね、ここまだついてへんけど、こんな感じ。明日こっちやろうかな。あ、鳥さんこんばんは。でも今日ねもうねあと5分くらいでね終わろうかとしてるところ。センスめっさええような、ありがとう。早く完成させたいな、これも。明日ライブするとしたらこっちやるな。チョコレートみたい。あ、そう、かぎ針できるのすごい。あ、そうですか。そんな難しくないよ全然。私でもできるぐらいやから全然簡単ですよ。みんな絶対できる。ぬくい、今これ羽織ってるだけで。あ、ありがとうございます、お似合いですねって。ほらこんな感じ、こんな感じ。明日もライブありっすか。一応ねやれたらやりたいけど、ちょっとまだなんか、うん、体調的にしんどかったらちょっとやらへんかもやけど、元気やったらやろうかなって思ってます。似合うな、ありがとう。今何分か見ていい？時間21時、じゃあ9時5分までやろうかな、うん、9時5分までやります。はあ、やっとできた。明日ここでもしライブするとしたら、ここをもう作っといて編めるようにしたいな、うん、そうやな、あの数えんの大変やからさ。2人おしゃれやよなって、泉さんが、うん、ありがとう。鍵だと糸量棒より増えますか。どうやろう、増えてる。うーん、多少は増えてると思うけど、ちょっと何メートル多いとかは
分からへんか。あの把握してないけど、うん、でもそんなめっちゃ多い、まあ、言うてそうでもない、そんなに多くなるってわけじゃないよな、うん、しかもこれ家にある糸であんだしな、まあ、あんまり糸って言ったらあれやるけど、明日左ができてたりしてね、明日ねこっち頑張ってやろうかな、まあ、でもかぎ針の方が多いと思うな、うん、かぎ針の方がやっぱりあの糸の量300-400メートルくらい多いかも、300-400メートルくらい多いそうです、かぎ針の方が。でもその分ね編む段数少ないから、うん、な一目が大きいから段数は少ないから、なんか早く終わる気がする。えライブして全部編めるん？ライブ中に全部編み終わるは多分無理やと思うけど、ライブでちょっと進めたらいいかなって思ってる。終わっちゃった糸、まっちゃんはね糸があの今注文してるんやけど、家にね来てる。あ、まっちゃんのも見せよっか、うん、はい、まっちゃんの、はい、ま、はい、こんな感じです。めちゃくちゃ重くなるってわけではないのね。センキュー。そうね、重くない、重くはない、うん、重くはないですよ。しかもあれあのこれマンチェロピーをさ、うん、分けてるからさ、うん、日本撮りのとこを一本撮りにしてるから、うんうん、あ、そっかそっかそっか、重たくはない。そうそう、重たくはないですよ。ピロペロさん、ピキさん腕肌綺麗。え、そうそう、もうそれやばいやつな、かわいい、ハワワワワキャワなやつ、やばいやつだーってみんな言ってくれてんで、これそう、ここの糸を今ね頼んでて待ってるとこやねんな、うん、で糸なくなっちゃったから、まっちゃんはちょっと今ここでストップです。はい、こんな感じで進んでますよ。かわいいな、かわいいです。後ろもこんな感じです。鼻かゆくなった、鼻についたモヘアが、うん、見頃は何の糸ですかって。見頃はプール奏法のリネンクイル、プール奏法のリネンクイル、クイル発音難しい、うん、リネンクイル、うん、リネンとハイランドウールとアルパカのミックスだったかな。配色またいいってマリコさんが、これ家にあった糸、やった糸、家にあった、よかったじゃん、フリフリかわいいって、やっぱりセンスが違う、ありがとうございますね、嬉しいね、早く完成させたいね。それもこっち、じゃあ次やる、あ、次のやつ、みんなに見せるか、まだ見かけでちょっとあれやけど、そこの子になりたいマジやで、やって、うちの子になりたいって泉さんが、かぎ針のまたぎ、これまっちゃんが編んでるかぎ針のまたぎです。ちょっと全体見せれへんかもやけど、こんな感じ、前後ろ身頃と前身頃の半分いったって感じかな、うん、はい、これまっちゃんが編んでるかぎ針のまたぎです。鍵またぎも編みたいよねってあっこさんが言ってくれてる、うん、鍵またぎのインターシャ、またぎのにね買ってる人はもうなんとなく構造分かってるから、うんうん、買わなくても編めるよふわふわして かわいいって、モヘアがいっぱい入ってるのかな、モヘアだね。見たらマタギカーディガンの続き編みたくなりました。帰ってきたかばかりだからお風呂入って編みます。あ、アンチョビルームさん、ああ編んでください。軽そう、そちらも素敵、うん、軽かった、ふわっとして軽いね、うん、めっちゃ軽いよ、うん、毛糸キットで欲しいって、どれも可愛いって、ありがたし、ね、キットね作れたらいいんだけどね、なんか多分そう買い付けないとあかんやろな。そうやな、じゃったら別のかぎ針パターン買おうかな、ペンギンとかあって、うん、うん、それもいいかも、だって構造一緒やから、そう無理に買わんでもやり方みんなできると思うよ。
なあ全然変わんでいいよとか言ってない、自分の店のことでなんか言うなって感じやけど、悩んできた、かぎ針もやりたなってきて、やばい、そうかぎ針も楽しいよ、まあ、でもあのなんていうの、棒針買ってくれた人は安で、そうそう、でも棒針、そう棒針買ってくれた人はディスカウントっていうか安くで買えるようにはなってるから、もし興味あればぜひ。はい、ということで、じゃあ今日はそろそろ終わりにしようかな。なんだかんだで2時間以上いって、そうなん、買いたいかもやってな。ディスカウント どっちのウラベリーでもストアーズでもどっちで買っても、うん、あのかぎ針で買って、あのかぎ針ちゃんは棒針買ってくれた人は、うん、あの安くなりますよ、あの同じところで買ってほしい、同じところでラベリーで買った人はラベリーで買う、かあのかぎ針も買ってほしくて、ストアーズで買ってくれた人はストアーズで、あのクーポンコード、あの棒針の方に書いてあるからそれ入れてください。ミックスしちゃうと、それちょっと、うん、混ぜちゃうとラベリーとストアーズと混ぜて買っちゃうとディスカウントっていうかならへんから気をつけてね。そっか、それ検討してなかったな、そういう場合に注意点ちょっと買いとかなとか、うん、そうやね、あのラベリーで買ってくれた人はラベリーの方であの鍵も買ってね、でストアーズで買ってくれた人はストアーズにクーポンのコード入れてやってください。そしたらあの安くなりますので、あのパターンに書いてあるんだよな。そうパターンに、うん、もう棒針のパターンにあのクーポンコード書いてあるんで、それを入れてください。それを忘れるおばちゃん泉さん、クーポンコード入れて、そしたら安くなるから、めっちゃな、うん、めっちゃ安なるから。あ、ピロピロさん、6月に鍵出たら買うって、ありがとう、手首死ぬけど、やってそんな私そんな大丈夫やったけどな。絵描いてた、知らなんだって。どの辺に描いてる、一番最後のページ、一番最後のページに描いてるって。クーポンコードストアーズのね、あのパターンやと一番最後に描いてます。ラベリーのは描いてない、ラベリーはもう自動でなるんやけど、そう、あのかぎ針を買ったら自動で割引かかるようになってる、うん、あ、棒針やろ、棒針を2つをセットで、あ、セットで2つを買ってたら自動でなるんだね、どっちが最初で、うん、どっちから買ってもってことね、うん、ラベリーは自動的に、そう、ストアーズで買った人は最後のページにクーポンコードが書いてあるのでそれを入れてください。え、アッコさん、ラッセーラーラッセーラーラストに向けて踊りますやって、え、もう終わるってこと、アッコさん、あのマタギ早くね、マタギは本気にやったらすぐ編めるよねぶたかねぶたって書いてある。私もまた久々に編みたいな、棒針の方、本当だ、クーポンコード書いてあるってマリコさんが言ってる、そう、クーポンコード書いてあるからみんなそれ入れたらね、あの安なるから、あのもしね興味あって購入考えてくれてる人はあの やってね、あのクーポンコード使ってね、あのめっちゃ安なるんで。初参加のライブでしたがとっても楽しかったです、またお邪魔させていただきます、ありがとうございました。あ、カズさんありがとうね、あ、ライブのラストってことね、ほんまや、今見たら書いてたって、そうそうそう、それ入れてね、あの買うときに、いや、ライブのラスト、私またギア右前身頃終盤、あ、じゃあっとあと左と袖やね、袖入ったら一瞬やから、うん、袖はもうすぐだから、はい、ということで、ライブは今日はこのくらいにしたいと思います。もし明日もできたら夜かな、やるとしたら夜か昼、いや夜かな、分からんけど、またちょっとやる直前になると思うけど、ライブこれから 何時からやりますみたいな言うと思うんで、あのコミュニティ欄とインスタのストーリーとかで言うと思うんで、もし明日もライブするときね、ご都合よかったら来てもらったら嬉しいです。
無理はせんでね、ゼルダもあるし、ちょこたんさんお疲れ様でした。いえいえ、こちらこそ、皆さん来てもらってありがとうございます。無理せんといては、はい、無理はしないで、できたらにしますので、あんまり期待はせずお待ちください。あ、さやさんありがとう、こちらこそありがとう。アンチョビズルームさんお疲れ様でした、ご無理せず、はい、ありがとうございます。泉さんありがとう、こちらこそありがとう。はい、ということで、あ、みほさんもありがとう、マリコさんもありがとう、カオさんお疲れ様でした、寝るまでゼルダしようかな、私も、ね、寝るまでゼルダちょっとだけします。はい、ピロピロさん、アザマルスイさん、はい、ありがとうございました。あ、ウサさんもありがとうございます、カホさんもゼルダの話楽しかったです。ユンポンズさんありがとうございます、アキさんありがとう、トリさんもありがとう。じゃあまたね。あ、羊グマさんありがとう、カズさんありがとう、私もゼルダ、あ、トリさんもゼルダやってる、楽しいね。じゃあまたね、バイバーイ。